こんにちは、コフルゼミナールチューターの赤塚です。今日は東京駅八重洲中央口から日本橋第一中央ビルのテストセンターへ向かいます。それでは行きましょう。まず直進して進みます。はい、リスニングの勉強は私はとにかく過去問を聞いたりしました。あとは暇な時があったら YouTube で TED トークっていう動画を字幕が出るのでそういうのを見ながら少しでも多く英語に触れようっていう感じで勉強してました。それではこちらの横断歩道を渡ります。横断歩道を渡ったらすぐ左へ進みます。曲がったすぐの路地、右にあるやつを曲がります。そこからはずっとまっすぐです。こちらにある日本橋第一中央ビルがテストセンターになります。表通りより裏通りの方が一本道なので分かりやすいです。それではテストを頑張ってね。バイバーイ。